国事とは国家の表徴としてお筋である。外交文書など国家の重要文書に押される。明治天皇の御名と国事。1871年に制作された旧院で押されたもの。明治天皇の御名と国事。1874年に制作された原用品で押されたもの。日本の国事は金印で陰文は天書体で大日本国事と典国されている。 二寸九分四方の角印で、重さは約3 5 0ラムあり、巨字より幾分小さい。宮内庁による英文表記は、ステートシール・オブ・ジャパン。明治一新以前には、官員として、内員と称する天皇の印、外員と称する大上官の印はあったものの、国事と称する印は存在しなかった。一方、日米修好通商条約批准書には、 将軍が押す、教文のき部と刻まれた、重九9.2センチメートルの議員及び老中が、押す、日本政府の印と刻まれた三に四分の同性印象が用いられた。これは、老中、堀田正都の指紋により定められたもので、徳川幕府の国家代表制とその行印を意味するものであった。明治維新後、1869年8月15日に、 職員令を制定して新たに、家に相当性を定めるに際して、漁事の要令を定めた。この時の漁事は、内院として用いられてきた、伝来の動員が使用された。漁事は、職人間の歓喜、直事の息、家族の相続等に押され、その後、外国へ特派する施設に対する証書などの文書にも、用いられた。1871年、大倉卿。 伊達宗成を全権として、清に派遣する際、伝来の動員が、陰門の不明、地面不よろし趣もむきなものとされ、同年5月3日に天国家の尾曽根剣道に命じて、新たに国事として、大日本国事と国された方に寸9分の責任を、制作した。この責任も、草卒の国、あざてえ天がなる OS、早卒に、採取切国症生活国面も、不よろし様に会い、 未公と不評だったため、現在の漁事、国事は、近在をもって改めて国したものである。1873年2月、宮内省より、京都の鋳造市、旗造緑に鋳造を、同年9月に同じく、京都の陰市、安倍四人に彫刻が命じられ、漁事と共に1年がかりで制作された。1874年4月に完成し、同7月20日に、 新しい漁事、国事の陰影が開発された。改め国に際して陰門は変わらず、大日本国事とされた。以降、今日に至るまで改め国されることなく、大の字を冠したまま使われている。当初は、区内省が、後に、区内省外局の内大臣府が漁事と共に保管し、内大臣が応援した。第二次世界大戦後に内大臣府が廃止されると、 区内省自住職へ移され、区内庁設置に伴い区内庁自住職が保管し、現在は事務主官の自住職補佐が応援する。紫と白の副作に包み、専用の革製ケースに入れて保管されている。漁事と同様、国立印刷局特性の主肉を用いた上で、位置ずれや傾きがない応戦用の上下を当てて、署名に少しかかるように押すのが、習わしとされる。用いた後は、 布で手肉をきれいに落とす。日本国憲法下の行為継承儀式では、検事等承継の儀として、行為の証である検事と共に国事と御事の承継が行われる。第日本帝国憲法下では、直例の公文式及び公式例に、御事または国事を押す場合が、明文規定されていた。公文式によれば、国書、条約批准、外国派遣管理の委任状、 在留各国領事の証人情、及び三等以上の勲章の勲記には、新書の後、国事を押すとされた。四等以下の勲章の勲記には国事のみを押すとされた。公式例によれば、国書その他の外交上の新書、条約批准書、全権委任状、外国派遣管理委任状、名誉領事委任状、外国領事認可状、及び、勲位登校二級以上の勲記には、新書の後、 国事を押すとされた。君に投稿3級以下の君期には国事のみを押すとされた。公式令は1947年5月3日の内閣官制の廃止等に関する政令により廃止され、その後これに変わる法令はないが、国事、御事の要令など公式令に定められた事項は官令により踏襲されている。日本国憲法下では国事は君期に押されるほか、 交渉条例に基づく法上にも押される。刑法第19条、印象偽造の罪に規定があり、公私の目的で、漁事、国事または漁名を偽造した者は、2年以上の有期懲役に処せられる。漁事、国事もしくは虚名を不正に使用し、または偽造した、漁事、国事もしくは虚名を使用した者も、全項と同様とする。第164条、第2項に関しては、 未遂も罰せられる。刑法第17章、文書偽造の罪にも規定があり、行使の目的で、漁事、国事もしくは漁名を使用して証書その他の文書を偽造し、または偽造した、漁事、国事もしくは漁名を使用して証書その他の文書を偽造した者は、無期または3年以上の懲役に処せられる。漁事もしくは国事を押しまたは漁名を処した書その他の文書を変造したものも、 全校と同様とする。中華民、国行き寺中華民国の国寺は、国書、批准書、雪授書、全県証書、領事証書、領事人状などに使われる。陰門は、中華民国の字と転国されている。玉星で1 3 3トル四方の各院、自自体の高さは4 3トル中を含む全校は1 0トル。重さはログラムで、 中上に、聖天白日国章が刻まれ、宝藍色の樹が結ばれている。中華民国における国字は、もう一つあり、栄のりゆき字と呼ばれる。陰門は、英天の字と典刻されている。国家元首が英天を授与するために使用され、勲章証書、法上げ礼等の英天文書に使われる。用紙玉星で13.6センチメートル四方の各印。 自自体の高さは4 6センチメートル、中を含む全高は、11. 1 1 1センチメートル、重さは 4.3kg で、中上に青天白日国章が刻まれ、宝藍色の樹が結ばれている。国民政府が北伐を完成して、中国全土を統一した後に製造され、国時は民国18年の国慶日から栄の隆ゆ時は、 民国20年7月1日から使用されている。国境内戦により国民政府が台湾に移った後は台北市の総統府で保管された。直接選挙による総統選挙で中華民国総統が選出されると新総統就任式で陰心条例の規定に従い立法委員長から中華民国の字及び英典の字が国家権力の象徴と 政権伝承の証として総統の印とともに新総統に渡されている。大韓民国の国事は大統領令である国事規定に基づき憲法交付文の全文、重要な外交文書や勲章、報奨書及び国家公務員任命状などに使われる。現在の国事は5代目で2011年10月25日から使用されている。印文は民正で と、横書き、下側が、で国されている。1940年に、満州国から石原漢字に送られた、君一位柱国章の君旗。中央に押されているのが、満州帝国国字。満州帝国の国字は、縦横が10センチメートル、高さ9センチメートルの少し緑がかった、白玉製で、三島帝国の宝と国されている。国の背には、 竜の彫刻があり、持ちやすいように紐が通してある。魚字、国字を使用することを、用字、または、用だからと称した。魚事及び国字は、訂正実施に伴って新設された、満州国小書府がなお増し、小書、直書、その他の文書の用字に関する事務を司った第一、長。なお、定正初期は、満州国皇帝の不備自身が手元に保管して、 下げ渡さず、幼児も少書府に代わって内定の使用人が担当していたが、行事と国示を押し間違えたのを機会に、少書府秘書官長が、幼だからは少書府秘書官に任せられたいと想像して許され、以後は秘書官の一人が、その都度内定へ施行して、幼児を担当した。しかし、勲章が一度に何千人にも可視されるようになると、 大量の助勲場に告示を押す必要があり、少女府秘書官が内廷内の皇帝を今に詰め切りとなる事態が起こったため、再度創生を行い、毎朝、両事の下げ渡しを受けて、少女府大臣室に保管し、夕方に内廷へ戻す運用に改めた。また、皇帝が地方へ出かけるときは、少女府秘書官の一人が、河西の箱に収められた、巨事。 国事を黄色い風呂敷に包んで首にかけて、お供をした。満州国では、公文ほど式令、国および勲章に関する件に、国事を押す場合が、明文規定されていた。公文ほど式令によれば、国書その他の外交上の新書、条約批准書、全権委任令、外国派遣管理委任令、名誉領事任令、外国領事認可上には、新書の後、国事を押すとされた。 また、大訓位及び、訓二等以上の訓位の訓記には、新書の後、告示を押し、訓三位以下の訓位の訓記には告示のみを押すとされた。イギリスの告示。見えているのは裏面。告示は、グレートシール、グランソウなどの訳語として使われる。ただし、国以外にも、地方政府などで、グレートシールを持つものもある。また、イギリス。 フランスにはこれらを管理するための国事証書という感触が存在する。西洋の印象は通常は平らな円盤状であり、地面にも図柄が彫られているものもある。また、東アジアの印象のように主肉をつけて、押すのではなく、溶けたフロウの上に押し付けて型を取る。そのため、陰影だけでなく、立体的な浮き彫りがされている。現在、国事を使っている国などは、 以下の通り、イギリスの国字は、ほとんどの重要な公文書に応印される印象である。11世紀に、エドワード・ザン・王が用いたのが最初と言われ、令状や布告などに用いられた。ほとんどの場合、王は、体感する自分をかたどった国字を使った。代々の大法官が、ウェストミンスターの大法官府において、これを管理しており、現在でも、国家、イギリス王室の公文書には、 目的別に色を分けて応印される。アメリカ合衆国の国字は同じ図柄が国章としても使われている。図柄は1782年以降変更されていない。ありがとうございます。